はい、こんにちは、こんばんはおはよう、レイです。今回ちょっとね、あの、レイズスタジオレディオということで、私の顔は映、えー、さず、この状態で、まあ、可愛い女性の画像でも見ていただければ <laughs>、あの、和むかなと思いました。で、緊急的に今動画を回しております。 というのもあの、とある視聴者さんの方からですね、あの、婚活パーティーに行ったよっていう報告がありまして、まあ、ちょっとその中でいろんな出来事があって、まあ、その男性ね、40代半ばの男性なんですけれども、その方が婚活パーティーに参加されて、実際に、ま、ちょっとこういうふうに思ったよっていうことを、え、ちょっとね、あの、この方がどういうことを言ったのかというところで、え、これを動画でちょっと取り上げてくれないかと。 いうことでですね、あの、ご依頼をいただきましたので、まあ、緊急的に動画を回しておる状態でございます。最近流行ってんのかね緊急的に動画を回すとかさ、なんかよくそういう YouTuber いるけど。まあ別にあの、すごい次元とかではないんですが、まあ、婚活の中であるあるで日常ではあるんですけど、以前ね、マッチングアプリをこの方が利用していて、で、一回お茶をして、で、そしてなぜかブロックされて、 でえ、疎遠になったという女性の方がいたらしいんですよ。その婚活パーティーに、ね、同じ婚活パーティーにその女性は45歳でメディア関係の仕事をしていて、まあ、バリキャリの女さんなんですね。で、コンサルティングだとか、いろんな業務をやったりとかまあ、フリりでなんか活動したりとか。まあそういうどちらかというとだから。 ま、自分的にその女性のね、自称、こう、なんていうんですかね、通行な仕事をなさっている方で、まあ、年収も600万、700万とか、え、ある方ではあるよと。で、まあ、このね、まあ、これが問題ではないんですけど、これが付箋という形で、え、この婚活パーティーに出た、参加された視聴者さんの方が、ちょっと思うところがあったので、え、なんか語っていただいたんですけども、まあ、あの、 なんていうんですかね。以前ね、マッチングしましたよね、と。で、この女性、45歳の女性に聞いて、顔もね、結構可愛い感じなんですよ。やっぱりメディア関係やられてるっていうことで、で、まあ、引く手余ったで、まあ、さぞかし表、表になられて、男を特会引っ換とか多分ね、あの、男に困んない生活を今まで送ってきて、だけど、あの、未婚初婚で、あの、もう45になるから、まあ40代になって結婚活をしたと。婚活歴が多分、ちょっと数年はあるんじゃないかなと。 でいつでもできるだろうという思いで、まあ、年がだいぶ上がってから婚活をし始めたというところなんでしょうけれども、で、まあ、相談所に行ったりとか、マッチングアプリやったりと、こういう婚活パーティーの場にも出たりと、うん、まあ、素晴らしい女性の割にはなかなかうまくいってないのかなっていうのはなんでって突っ込みたくなるところですから、それを置いといて、で、このね、視聴者の方が以前マッチングしましたよねって聞いたらですね、あの、いろいろと活動してるので、 え、しばらくすると忘れちゃうんですよ。ごめんなさい。ということを言われたと。まあ別にこれはよくあるあるですけども。で、この際だから、あの、男に対して何,何を求めるも、ね、男のに求めるものって何ですかというふうな話をね、まあストレートに聞かれたそうなんですけど、そしたら、愛と経済力、かっこ金。<laughs> 愛と金って言われたらしいんですよ。 まあ、それは当然の答えになってくるとは思うんですけど、多くの方がね、そういうふうに答えるんじゃないかなとは思うんですけど、昔相談所で、年収1500万円の男性から求婚されたと、このね、女性が言ったらしいんですよ。で、その人を好きになれなかった。だから、金だけではなく、自分で愛せる人を探したい。ということで、その方を振ったよと。まあ、お断りしたよと。 で、じゃあなんでここに来てるのっていうところでは、あの、自分で愛せる人を探したい。ね。今はお金と愛は4対6の割合で探していると。多分前はお金の方の比率が高かったんじゃないかなと。だから今は、金が4で愛が6という形らしいんですよ。で まあだから外見のですね、あのー、良さっていうところを捨てきれずにいるのが現状じゃないかと、このね、視聴者の方が、えー、言われてました。で、都合よく、ね、愛が6割と言っているのではないかと。まあ結果的にね、だから、うん、比率を変えましたよ。<laughs> で、えー、本当に結婚できる女性は愛が8割と言っておきながら、内心は金が8割と思ってるんじゃないか、 というふうに、この視聴者さんね。まあ、言ってると。まあ、俺が言ってるわけじゃないので。で、あ、ごめんなさい、今。ちょっと指が取っちゃいました。ガスッって言っちゃったね。ごめんなさいね。え、男は、ね、あの、高い参加費を払っているわけじゃないですか、このね、婚活パーティーで。えー、で、まあ、これをね、あの、ここからがちょっと、あの、この視聴者さん、またね、あの、お話し、ご視聴なんですけれども、今ちょっと順序間違えたんで整理しますと、あの、 よくね、あの、女性で婚活してる女性が、婚活女性が、あの、婚活頑張っていると、多くのね、方が言ってると思うんですが、6割、7割の、えー、ね、原因がこの婚活パーティーにあるんじゃないかと、ね。で、要は、だから男は高い参加費を払っているから、まあ、焦る気持ちでね、参加っていうのもあったり、ね、もうどうしてもほら、元取らなきゃなんないっていうので、過去のね、これは俺の動画で言ってますけれども、男は高い、 参加費を払うから、その日に何か収穫を得る、得るようにならないともったいないっていうんで、吟味してよくそのね、一人一人女性のいいところを探しながらやるわけですけども、まあ、かえ、あのー、それに反して、女性の方は無料だとか、まあ、出してもワンコインとかね、500円とかっていう。で、一回のパーティーにかける真剣度がちょっと違うと。で、要は、あのー、なんたろう、婚活頑張って、 参加しているというのは、参加しているっていうね、数多く参加している。だから気軽に参加できるという部分では、あの、気持ちがちょっとね、男性人より薄いんじゃないか。それはそうだよね。無料とかワンコインだから、あの、お金の度合いが少ないので気持ちは入らないよ。まパーティーに関してはよ。で、参加しているだけを、まあ、頑張っていると。よくある、あの、セミナーとか、ほら、そういうとこに僕行ってますとかさ、あの、企業セミナーとかさ、あの、勉強会とかさ。 でそれを参加してて、なんか自分が充実されちゃ、あの満たされてしまって、えー、なんか企業活動を頑張ってますってって、でもじゃあ本当の企業はどうしたのっって、まだやってませんみたいな形に繋がるわけですよ。なんちゃって頑張っているみたいなのを自分で錯覚をしちゃっているんじゃないだろうかと。で、男よりも見る目が厳しくなっているにも関わらず、ね、ここは視聴者さんの声ですよ、えーね。厳しくなっているにも関わらず、自分の年齢が上がって、 いいいいいるのに条件とかかかを変えていないというなそううう方が多いんじゃなかろうかとで男の方は別に条件ってそんなないじゃないですか。だって見た目とかそれぐらいでしょまあ、あとはやりたいかやりたくないかとかさ。あとは、まあ、なんていうの本当にだから結婚だけがしたい人であれば、もう顔うんぬんよりも、あの、とにかく、あの、一緒に経済的に裕福になれるような、えー、方を探すとかさ。 ま、どっかで落としどころを見つけて、あの、一緒にやっていこうっていうふうなのが、ま、男側の、んなんていうのかな、多分見方という部分になるのかなと。で、ま、この彼女は、ね、彼女なりの解釈で、ゆるくしているその条件をね、相手に求める条件っていうのをゆるくしている、頑張っているつもりだろうけれども、これを二十歳や若い人が言うなら、ま、成長してるよね、と。 いうふうになるが、45歳にもなって何を言ってるのかと。愛とか金とかそういうものじゃないし、なぜ、そのね、年収1500万円の人からね、求婚されて断ったっていうところで、なんでその年収1500万円の人で決められなかったのかということをこの視聴者の方が言ってるわけですよ。この時点で負け組じゃないだろうかというふうにね、この方がね、推測してるんですけどで、本当に結婚したいなら愛は関係ないと思って、 思っってていいるるののがこの視聴者さんね,ね思っているとでなんで経済と愛を求めるんだろうと。全くもって見えていない。えー、変なエンタメの見すぎじゃないのかと。まあ、番組とかね、あのほらやってるじゃないノンフィクションとかで、あの、カリスマ結婚相談所アドバイザーのユークサさんとかいるわけじゃないですか。綺、ま、麗、あ、なこと、当たり前のことを言ってるだけであって、まあなんか、 まあそこは信頼できるかできないかぐらい、その相談者を信頼できるかできないかぐらいで決めてるとかね、乗り、なんかその背中を押されたからゴうしましたみたいなところがあると思うんですけど、それはいいや。で、好きになれないと結婚できないというまあ中年世代ね、は、まあ若きゃいいんだよ。若いきはそれでもいいんだけど、もう年齢がいってる世代で、その考えは終わっていると僕は思っているというふうにこの視聴者さんがね、あの言っております。 えー、僕ら以上にお金もあって、ね、実、績もあり、地位もある人を、なんでその時点で信用できなかったのか。さっきのね、年収1500万円の男性を断ったよという女性に対してですね。なんでそんな1500万円も稼いでる、ね、そういう信用とか地位、ね、そういう地位もあって、ね、そして実績もある、ね、素晴らしい、えー、ハイスペ男性を、ね、なんていうかな、こう、断ってしまうっていうのを、うん、ね、 なんでやと。で、まあ、それをね、彼女に言ったところで、全く意味もないことなので、心の内に、ま留めておきました。というふうに、この方は言っております。で、ちなみに、そのパーティーの最中に、男性が移動してるときとか、その合間だとかね、行き着いたときとか、その女性は終始、ブスッとしていたと。まあ、不機嫌な、ね、顔ですね。多分、今日はいい人いなかったなっていうのが、多分、その顔に出ちゃってるという。 まあそういったところも男性はね、見ているよ、というね、この、あの、視聴者さん、視聴者さんの方が言われてます。なので、女性陣も気をつけなはれや、ということで <laughs>、なんかお笑い家にいたいんですよね。例えば、AKB とかアイドルとかね、いますが、一般人でも、AKB より可愛い、綺麗だと思っている女性がたくさんいると思うけれども、まあアイドルが何ですごいか、売れてるか、人気があるか、支持されてるかっていうのは、 えー、見られているところばかりではなくて、見られていないところでも愛想よくしていたり、頑張っているという、その姿勢を見て、ファンは支持している。だから人気もあって、売れたりね、番組に呼ばれたりとか、しているよと。そして成功を収めているというところ。男性からね、支持されているのは、こういうところですよと。だから、あのー、婚活している最中ね、女性もね、女性人も、まあ、例えば男の人数が、 なんていうのかなあの、少なくて、女性が待ってる状況とか、男たちが移動してる最中だとか、そういうところで、このね、視聴者さん曰く、あの、所作、いろいろ見られてますよ。あと、表情も見られていますよ、というふうにね、言っておりました。まあ、あくまでもこのね、視聴者さんが男性なので、男性目線からのお話で、その視聴者さんが主張したいことっていうのを今取りまとめて、え、ちょっと動画にしましたと。 というところで、えー、まあ、この男性は本当に割り切って結婚がしたいんですよ。結婚がしたいので、あのー、何ていうの、愛とか恋、ね、恋とか、ね、金とかよりもっていうところで、まあ、条件なんかよりも、まあ、ね、それを、なんで優先せずにっていう感じでやっていると。もう、愛とか恋いいんだよと。好きとか、好きになれるとかなれないとか関係ないよというところではあるんですが、えー、っとね、あの、 僕自身はね、あんまり、あの、100%賛同ではないんですけども、あの、これは、あくまでもほら、だって個人の感想だから、それはいろんな味方の人がいるからね、違うんじゃないかという人もいれば、まあそうだよねっていう人も、まあ結婚自体をするという、この年齢が上がった時点では、もう、えりごろみをしてたら本当に結婚できないとこれはね、あの、同意です。同意なんですが、で、自分の場合はやっぱね、あの、 多少の中で、そのやっぱり、この愛の部分というのがないと、その人の何かをこうやったときに、あの気に入らないことがあったときに爆発するという部分が出る。これは性格的な問題になってくるんだけども、だから比率で答えるのもちょっとよろしくないかと思うんですが、まあ最低愛は2割はいるよねっていうところの自分はいる派なんですけども、まあ結果的になって、あの、 家庭を築くわけじゃないですか。で、結婚だけはそれでできるとしても、その家庭を維持していくというのは本来の結婚の姿なんですよ。あの、結婚という儀式をするだけが目的ではないので、でゴール地点はその家庭を築く、あったかい家庭を築くとかね。あの、心の安らぎのあるところを、が家庭なわけじゃないですか。で、その安らげない状況に、え、それでも住めるの っていうところなんですよ、僕の考えはね。いや、そんなとこ住めないよねって、結局出てくはめになるわけじゃない休みのたんびに。で、まあ、夫婦別ね、なんかこう、一緒に住んでるようで別居してるみたいなさ、感じになっちゃうと思うんで、俺自身は、やっぱり最低限のそういう部分に、なんていうのかな、異性、あくまでも異性だからね、異性としての愛みたいなのが多少そういう好きか、愛せるかどうか、抱けるかどうか、ああ、っていうのも必要な、なってくるのかなと。まあ、だから、時になってくれば、 そんな、ほら、ね、機能しな、しなくなるから、必要ないんじゃねえかっていう説もあるんですけれども、やっぱり人間ね、あの、男は何歳年いってても、結局そういう部分もあるわけですよ。で、だから体の相性が大事だよとかっていう、まず、あ、30代、40代の方もいるわけじゃないですか。だからこれが年齢上がってからまた別になってくるんだろうけど、まずそこじゃなくて大事なところはね、あの、か、家庭で、 くつろげるかどうか、気を許せる場所であるかどうか、それが作れるかどうかっていうのが俺は、ちょっと見落としてるんじゃないかなと、みんな結婚をしたい、したいばっかりで、その先の一緒に生活を共にするというので、例えば24時間ずっと一緒にいる、いるはめになるよとかね、休みの日とか、それでも苦痛にならないようにするのがその過程だと思うんですけど、で、何が言いたいかっていうと、あの、 よく女性たちが言うじゃないですか。相手の男に対して尊敬できる人とか、あの、高みをこう常に見ている人とか、あの、成長できる人、お互いに成長できるとかさ、あの、そういうこと言う人がいるんですけど、で、これは若いうちに言うなら俺はいいと思うんですよ。20代とかね、30歳ぐらいの。で、これがもう40、50、60とかの婚活でそれを言ってる方も実はね、実はいるんですよ。 で、それはな、なんでいけねえのかいけないというか、あの、おすすめしないのは、だってその年まで生きてきて、もう高みの状況になってるわけじゃないですか。社会人経験値というものがあるとなれば、あの、かなり社会,社会人経験は積んでるわけじゃないですか。だから、おのずと社会人偏差値が、例えば、ま、100が満点だとして、もう60、70とか。 うんね、50とかになってるわけで、20代、30代の頃ってほら、まだ右も左もわかんない部分だとか、人に教えられて成長する段階だから、まだ社会人偏差値が実は20とかね、30だったりするって低いから、伸びしろがあるから、共に成長していくとか、尊敬できる人がいいよっていうのが出るわけじゃないですか、そういう言葉が。それを40、50、60のおっさんたちに求めたところで、もう伸びしろがないんだから、その今、現在の姿が、あの、 高みなんですよ、という <laughs>。わかるかな言ってることが。あの、だからもう伸びきり、伸びし、あと伸びしろが伸びきっちゃって、もう成長しませんよっていうのが、だから100あるうちの60とか50でもう止まっちゃってる状態が、あの、だってそんな素晴らしい人いないじゃん。100点の人なんかいるわけないじゃん。だからそうなってくると50、60とかで止まっちゃうわけでしょ。で、さらにそこからもっと伸ばせよって言われたところで、もう苦痛なだけじゃないですか。 で、それを求めた、求められて、家庭でね、家庭にいる時も、だって、休日とかだって、息抜きたいわけじゃないですか。で、会社でね、頑張ってきて、仕事頑張ったりしてるのに、ね、それで仕事に追われて、やっと疲れて家に帰ってきたのに、奥さんにそういう目で見られているっていうね。<laughs> で、休日だらだらしてるから、だらしないとか、不潔とか、汚ねえとかさ、あの、一緒なんか、どこにも出かけねえし、うざいとかさ、転がってね、転がってたら、うざいとかって言われるわけじゃないですか。 で、逆にそれ男ってそういうの言わないじゃないですか。女の人別にね、テレビ見ながらソファーに寝転がって、ポテチ食ってコーラ飲んでたってさ、ね、そのポテチのついた手でドアノブ触ったって、まあ汚ねえなと思うぐらいで、あの、それを、それが原因で離婚まで、離婚しようとかって思うわけないじゃないですか。で、女の人っていうのはそういうちっちゃいこと一つ一つが、で、男の場合はもう、まあいいやってなるんだけど、女の人の場合ってそのちっちゃい一個一個のね、散り積もった、 あの、自分の不満っていうのが爆発するわけですよ。で、それでもうとにかく別れてくれとか出てってくれとかっていう理不尽な行動に出てくると。だから恋愛が終わるとか、夫婦生活が終わるとかっていう離婚ってなった時は、その一個が原因じゃなくて何かがトリガーになっただけの話で、えー、すごい塵も積もったものが、もうたくさんなって溢れ返ったからもうその離婚っていう言葉が出たり、もうあと別れようっていう言葉が出たりするわけですよ。で、そんな、 家に帰ってまで、要はだから何が言いたいかって言ったら、会社とか社会で頑張ってるわけじゃないですか。社会という生活で。それを、今度家庭というところに、ね、せっかく一緒になって、例えばあったかい家庭を築こうと思ってね、ね、気が置ける場所、気の許せる場所、時間っていうのがそこなわけじゃないですか。家庭なわけじゃないですか。で、それなのにそれも監視されて、 で、常にそういう目で見られて、なんでこの人成長しないのとか、なんかだらしないわねとか、で気に食わないっていうふうに思われる状況になった時どうなりますかと。それは愛とか、やっぱりそういうのがないとあ、そこはだから埋められないんじゃないっていうね。でだからドライなかん考えで、だから金だけ持ってきて、あの、だからあと用はねえよっていう、本当に冷めた夫婦関係で良ければ成立はするんだろうけど、多分でもそれだけでは大変だと思いますけどね。 でも、冷め切った夫婦生活をやりたいんですかと、そこまでして無理して、あの、結婚っていうものをして、あの、わざわざ苦労を背負い込みたいんでしょうかというのが、俺はすごい謎なところでございます。だからやっぱり少なからず愛は必要なんじゃないかなというところはありますね。だから別に愛を望んで金を望むとかっていうのがオアコンではないと俺は思ってるんで、それは人の自然の感情というか、 どうしても生活で生きていく上で必要なものっていうのを欲するというのが人間であると。それを無理に抑え込んで結婚をしたところで、果たして幸せの結婚生活は続くんでしょうかあったかい家庭ができるんでしょうかというところがね、あのー、思うわけですよ。だから俺はできないと思うから、これはだから正解がないんですよ。不正解も正解もなくて。あの、だから俺はできないと思うから、だから結婚無理だな、というふうに思ってるわけですよ。あの、わざわざそういうね、この年になって、 相手がね、なんかもう、もうちょっとこう、高みをね、望んでくれな、なんか望みたいとか、要はこの人が成長がどうのこうのとかね、えー、尊敬できる人間がどうだろうとかって、もうそんなもん、今更言われてもっていうところじゃないだってお互いもう伸びしろがないのに、じゃあ自分はどうなのよって話じゃない男ばっかりにそういうの望むけど、じゃああんたはそういう崇高なことをやってるんですかって話。例えばこの、あの、メディア関係で働いてる女性にしたって、 自分自身では多分、あの、いけてると思ってるんですよ。だからこういうメディア関係のね、あのー、仕事を、あの、できるのは、まあ、数少ない人間で、しかも私はバリキャリで、あの、ほね、他の人が、想像できる仕事ではないことをやっていて、年収600万、700万もらってるよと。だからすごいんです、というふうに、多分思ってると思うんですが、で、金が読んで、 えと、愛が6なんて言われたって、こんな人と一緒になりたいと思います思いませんあのそう思わないよね。あの、だから家帰っても査定されるわけですよ。常に相手を採点してて、気に入らなくなったら捨てるというね、見切るというところになるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。だから俺からすると、例えばそういう仕事じゃなくても、別に、あの、低変職だとか、よく言われる仕事もあるじゃないですか。 で俺は底辺とは思ってないんで、自分自身も稼いでないですけど、まあ世間から見たら底辺職っていう風な部類に入っちゃうのかもしれないけどね、工場関係とか。だけど、そこにはプライ、そこにプライドを持って働いている、そして熱意を持ってやっている、たとえ年収が低くても、そうやって情熱をかけて、日々毎日仕事に対して取り組んでいる人間を、俺は底辺だとは思わない。それに底辺という仕事はないと思ってる、仕事に対しては。うん つい,い仕事だろうが 3K だろうが、そういう人たちがいるからこそこの社会が成り立ってるわけで、メディア関係とかそういうなんか IT だとかなんかが、それだけが素晴らしい綺麗な仕事っていうふうにな、なんとなくイメージで持たれてる方もいると思うんですが、それに対してじゃあ結局ぶら下がってるだけの人間であったり、何のイノベーションもできない人間であれば、別にいるだけの、なんていうかな、 まあ、正社員はほら、クビにならないから、いるだけの人間でしかないので、だから俺は価値を全然感じないんでね。だから、パートでも何でも派遣でもいいんだけど、なんかこう、物流の倉庫で一生懸命仕分けをしていて、ね、そんな年収が200万ぐらいだけど、毎日充実感を持って汗水流して働いてる、一生懸命働いている女性の方が、俺は魅力的に見える。俺は、あくまでも個人的な、ね、あのー、感想かもしれないけど、 そんなね、メディアとか何とかでや、メディア関係だとかやって、ね、チヤホヤされてとかねあ、例えばアナウンサーだとかやったりしてて、綺麗なキラキラした仕事をやってたとしても、そんな人と一緒になりたいと思うんだよね。どっちかって言ったらそういった汗水か流して、ね、目に見えない縁の下の力持ちみたいな人で、一生懸命やってる人よ。文句ばっかり言ってる人じゃなくて、ね、その仕事で好きで私はやっていますと安くても、 あの、この仕事が好きで、ね、情熱をかけてやってます。そして、不良を出さないようにしてるとかで、発想ミスがないように仕分けているとかね。綺麗に整理整頓をいつもして帰っていきますとか。俺、そういう女性の方が好きだけどね。あの、そういう一生懸命になってる人の方が、あの、全然、あの、素敵な仕事だと思うけどね。あの、だからまあ、なんていうの、職業とか年収とかで相手を見るっていうのさ、まあ、婚活だからそういう条件条件ってなると思うんだけど、 あの、あんまりそこはらわれない方がいいと思うけどね。だから愛が金がとかっていう,言う前に、あの、心を置ける人間であるかどうか相手はね、心を許せる人なのか、そして信用できる人なのか、俺はそこが一番大事だと思うけどね。その中でそ、そっから自然に愛というものが生まれてくると思うんだよね。愛なきものに、あの、夫婦関係の継続はないと思ってるんで、 冷え切った家庭で、まあ家庭内別居してる人もいるとは思うんだけど、まあ熟年離婚とか実際されてる人も多いし、ね、あの、結果的に結婚できたからって離婚する確率も高いからね。だからそれが、さなんていうのかな、目的じゃねえよというね。あの、これからの、そこからの、その、お互いが気を置ける、気を許せる空間を作るとかね。あの、そういうところが大事なんじゃないんでしょうかという、ね。綺麗とかもしれないけど、 でもそういうことって結構難しくねこれ作るの。俺はちょっと無理だなと思うから、あの、もう婚活を諦めたというところですね。そんな、ちょっと理想郷というかサンクチャリを作れねえなというふうにはね、思いました。そういう相手がもういないですからね、この年代になってくると。で、そういう人たちはこの婚活の場に俺は残ってると思えないんですよ。もう何かにつけてすぐ条件条件じゃないですか。ね、相手には、 あの、高みを望むけど、自分は何にもしませんって。今の現状のこの私を受け入れてくださいって。だからよく、あの、今の私を受け入れてくれたとかっていう人もいるじゃないですか。だからそれが一番いいと思うんですよ。あの、無理をなく、だから、お互い無理ない、その今の現在のあなたの姿を受け入れられるかどうかああ。そこが俺は重要じゃないかな、というふうにね、思いました。思います。思いましたとか言っちゃったけど、思いました。 まあね、あんまりこれ言うと、うんね、また俺のアンチが騒ぎ出すんで、あれですけど、あの、まあ、これは個人的な考えだからね。俺個人のあくまでも、後半に言ってることは、俺個人のことで、あの、この動画のタイトルの前半だけは、あの、視聴者さんが訴えてることを見てあ、見てあげてください。そこはよく見てあげてください。俺の長い話はどうでもいいです。あの、おまけとして聞いていただけたら、ありがたいかなと。 いうふうにね、えー、思います。あの、もう条件条件言ってるよりも、もう、なんていうのかな、気の受ける相手、信頼できる相手、背中を任せられる相手というのが、本来の結婚相手じゃないかな。結婚何のためにするのっていうところですよ。俺からすると。うんうん、だって、何の、いやらしい言い方をすると、何のメリットもないのにする必要なくねっていうところですよ。なんかメリットがあるからやるんでしょっていう。 じゃあ、そのやらしい部分のメリットみたいなのを相手に伝えたときにどう思われるかという感じですよ。同じ感覚の方がいれば多分それで成功すると思うんですけど、多分あんまりなかなか合致しないんじゃないですかね。なかなかこの婚活の難しいところで、えー、みんなもう当たり前のように条件が条件が条件が,条件がでやってるわけだから、まあそ、うそう巡り合わないだろうね、このカードはって。だから永遠の終わりのない神経衰弱をやり続けるというね、タフな あの、こも、あの、心も、心のね、あの、気持ちの持ちようなんですよ。あの、メンタル、強いメンタルが必要だと思います、婚活っていうのは。本当に。あの、いちいちなんかでお怒ってめげてってなってると、俺みたいになっちゃうよっていう話ですね。まあまあ、そんなこんなで今婚活してる方とか、これからされる方、もう終わね、やめちゃったよって人、で、まあ、または夫婦で見てる、ね、方いらっしゃったらですね。 あ、こんな意見もあんだなというところで、えー、視聴者の方の意見と、あと自分の、えー、思いの丈という部分でですね、あ、こいつこんなこと言ってんだ思ってんだみたいなことを感じ取っていただけたらいいかなと。あくまでこれは正しいとか言ってんじゃないですよ。えー、俺のあくまでも持論と言いますか、あのー、今現在、あの、婚活をもうしなくなっちゃってるから喋れるというね。これ婚活中に言ったら、あのー、めちゃめちゃなんか文句言われるよね。<laughs> いろんな方面からね。うん まあだからもうしてないから、あくまでもフリーな立場でえ言えるのかな、というふうにね、思いますね。まあ婚活はしませんけど、恋活はね、したいとは思ってますけどね。ただ、そういう場にはもう今出てこない、出ていかないですけどね。まあ今自分のちょっとやりたいことで、え、いろいろあるので、え、ちょっとね、やっておりますんで。そっちが忙しいんで。はい <laughs>。まあうまくまとまったかどうかわかりませんけど、長々と、すいません。動画長いよっていう人はね、え、いて、 皆さん、その、結局、登録してくれた方が全然見てなかったりとかっていうのもありますけれども、まあ、それはいた方ないことで、あくまでも俺が面白がっていることをやるというかね、自分で喋りたいこと、そして視聴者様からのこういったご意見とかいろいろあれば、あのね、これ喋ってくれとかあれ喋ってくれっていうのも、あの、可能な限り聞きたいと思ってますんで、ぜひぜひ、え、Twitter の方とかでもね、あとは LINE で繋がってる方は LINE でえ言っていただければ、やりますんで。 あの、俺の気持ちが乗ったらね <laughs>。乗ったら。乗らねえとこういう風に喋んないからさ。最近ちょっと今ね、ダメだったんだよね。うん。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねバイバイ。